はい、どうもどうも、カズダンでございます。ちょっと前回の動画でケツの方ブツブツ音楽が切れちゃって申し訳ない。なんかどうも HDMI の調子がよろしくなくてまあすぐ直しますんで、よろし直すというか、まあちょっとそのまま出してると思います。取りようがないんでで、前回ルナの超級倒したんで、今回、ロイヤル、エリカの超級を倒して200ルピーゲットしようかなと思います。じゃあ行きましょう。前回と同じ陽光ビショップで行きたいと思います。いけるでしょう。いけるでしょうというか、いけるまでやりますっていうやつね。うん、なんか意外と相手が進化を早めに使ったりとか、いろいろしてるから、サタンごめんなさい、いらないです。あ、いいですね。まあ悪くないな。ニコスでベルエン、か陽光張りたいよな。どっちか張っときたいな。どっちを張るかは相手の出方次第。ヴァンガード。ここで死んでってことはベルエン先張った方がいいかな。サンコスがいない。サンコスがいないから止まっちゃうよ。助けてくれよ。ってね。不屈。出るためにプライチやったっけ。お、プリズンプリスト出たやん。まあ、陽光の前にこっちだな。はい、オッケー。まあ、ドロー肝心やからな、やっぱり。アミュレット。このアミュレット。効果的じゃないよ。あ、効果的です。ごめんなさい。助けてください。やめてー、やめてー。ベルエンが消される。消された。これ、相打ちじゃないんか。そうか、相打ちじゃないんや。うん、相打ちじゃないんで、これは、スネークプリスト2枚貼った方がいいかな。だな。うん、それでいいと思う。スネークプリストな、攻撃力が1っていうのかな。ちょっとな、ちょっと相手の方が、まあ、うまいこと回ってるな。これがロイヤルの強さだよな。まあ、攻撃してくる。進化来るか、4-4になって。あー、つらいですね。進化ガンガン切ってくるから、ちょっと2-4かなんかで陽光で出したいのはあるけども、全然足りない、足りないよー。5コスか。陽光張ってる暇ねえな、こりゃ。暇はないが、かといって何ができるって言ったら、これあれだな。クレリックランサー出すぐらいか。これでだいぶ牽制になるんじゃないかな。多分突っ込んでくるとは思うけど。これでだいぶ削っていきたい。いやー、あらー。強いっすよ、なかなか。で、進化バンバン使ってくるから、8か。8は強い。強い。ちょっとこの次、陽光サタンします。陽光で、陽光サタンじゃない、ファイ。陽光ハゲします。陽光ハゲ。で、進化使います。陽光ハゲで、で、これ進化さして一番左削るやろ。で、こっからどうするかやね。こっから、あ、そうか。ここ殴るしかないね。死後やから。殴っとくしかないよな。削らないとまーずい。よし、オッケー。陽光出せたのがだいぶ大きいとは思うよ。遅い言うなし。あ、そういうこと？あ、そういうこと。はいはいはい。あ、これ終わった。この命が尽きるまで戦うわ。さよなら。この速さついてけねえな。うん、負けました。普通に。もう一回だ。もう一回バトルじゃ。勝つまでやるんじゃ。ってね。強いね。さすがロイヤルさんですわ。守りきれねえ。進化も3つ使わせた、あとあれを守りきれば、最悪、ちょっと勝てた絵が見えたんやけど。きつかったね、ロイヤルさん。先行で守護張ってもあんま意味ないからな。普通になんかパワーで押し切られる。はい、持ってるよね。ヴァンガード持ってるよね。
まあ、ここはスネークプリーストですね。それは鉄板ですわ。スネークプリーストだったっけ、こいつ。そうやな。なんかさっきと同じ流れになってるんですけど、大変なんですけどみたいな。ああ怖いね。この教会の守りは強いよ。教会の守りで、いやー襲ってくるよ、もう怖い怖い。どうしようかな。ガーディアン出してもいいか。ガーディアン出してもいいしけど、まずこういう、あ、そうか、死後、そうか、死後持ってみや。これ、俺も攻撃できねえなぁ。攻撃できんよね。エンド。しょうがない、これは。これ漆黒の、漆黒があったら、成功しました。あらだだだだだ、上げてくる、上がってくる。これ全部削られたな。進化も来る。助けてー、助けてよー。これで削られ、あー直ダメ来るんや。直ダメ来るんだな。5コスになった。どうしよう。じゃあまず俺これはそうか、死後削らんとあかんから、進化使って殴りに行くしかないんかな。3、2、5コス、3、2か。じゃあ、まあ、出して出してやろ。で、これ4コスになるもん。神様には近づけさせません。うん。で、これ進化でいいと思う。これで決めます。まあ、無理やり行くか。ちょっと、いつものプレイングと変えてみよう。で、こいつを削らんとだ。はい。OK。とりあえずこれで OK かな。どうでしょう。この戦い、いやー終わらせないで。わー風神、あーこいつも早々に削らんときっついぞ。7コスなったやろ。7コスというか7体力何になったんか。ここでテミスやったっけ。テミス引けると俺は強い。漆黒が漆黒か、まあ、悪くはないね。あちょっと待って、これまずいな。6コスってことは、出せない。出せないよ。まあ、風神、削るしかないか。我らに触れることなど許さない。これを進化させて、風神を削ろう。しょうがないね、これは。一刀で葬った膝まで来なさい。体、ターンが、うん、重ねるごとに、プラ1、攻撃力プラ1、みんなしていくから、それは守らないとダメね。陽光が来ない。いやー、やめてー。成功しましたー。ホワイトジェネラル6か。6位になったんか。大丈夫、大丈夫。まだ大丈夫。まだ大丈夫だよ。ちょっと回復したいけど、これ削るの先かな。とりあえずは。で、死後出したい。死後出します。この教会に立ち入るつもり？ホワイトジェネラル削っとこう。よし。これでだいぶちょっと、マシになってきたんじゃないかなと思う。ランダムに指揮官カード追加。ランダムに指揮官カード追加。効果的なようですね。やめてください。フェンサーか。まだ大丈夫かな？進化が来るか。4コス、あ、進化来るな。これ次、大修道場で、回復だな。回復です。ですね。ですね。回復しないと俺死にます。さあ、どこも12も上げられることないよな。はい。ちょっと手札が重かったな。なんかうまいことこう回せんかった。いい、おとみ。まあでもまだ2体しか出てこんから大丈夫かな。でもただこれ圏内入ったよな。陽光、陽光とハゲ多いのってことはや、これ真ん中削ろう。
っしゃ、これは。10個座ったらな、ハゲ2枚出せたんやけどな。ハゲ2枚出したのは強かったんやけど、もうこれで固めるしかないか。はい、守護2枚で固めます。はい、ちょっと面白くない試合が続いてますが、ちょっともうちょっと派手にいきたいな。攻撃で削るしかないもんな、相手は。来ないで、来ないでください。戦場をかけましょう。うん、まだ大丈夫、まだ大丈夫、これは大丈夫。いやー、どんどん来るよ。この剣に誓う。そう、まだ持ってるか。勝利と栄光を。ちょっと相手手札良すぎるだろうがよ。そしてこっちの引きがあんまりよろしくないね。これは今出しているカードで一番左を、うん、削っていく必要があるかな。これが神のお導き。で、ここ強いんだよな。4っていうのが強いんやが、ハゲで倒すか。失敗かな。ただ相手、あ、まあ、まあいいか。何もないです。ごめんなさい。何もないです。私は使命を。これでいいと思う。あ、まあいいか。うん、いいや。大丈夫。大丈夫、大丈夫。シールド。シールドで倒しときゃよかったかなと思って。これは守り切ったっしょ。準備は整いました。整ってないです。整わせて、うわ、引きが悪。引きが悪って言ったらあかんけど。攻撃だよね。で、ここを攻撃だよな、絶対。絶対ここ攻撃で、もう一回シールド出しとく。シールドエンジェルやったかな、これ。シールドエンジェルやったっけ、こいつ。いやー、何かわからない。怖いな。フローラ、あ、でも進化ないから大丈夫。こっち進化で、確か、ちょっと待ってな。確認する。進化で、スティールナイトのナイト召喚やから。クレリックランサー来たね、これ。うわ、こいつ体力4って高いな。ハゲとハゲとシールドエンジェルで倒してクレリックランサー出して大変の大変としかないわ。もうあー、守るのが大変。成功しました。いやー、何出してる4コース、ホワイトジェネラルか。うん。まだ攻撃してこんやな。そら。うん、プリズンプリスとか。あー、でもこれいいかも。うん、割かし悪くないかもしれん。けど、どうするっていうね。大丈夫か。これを、うん。希望の光は、アスキを守り、清きを守る。ただ、スペース的にないんだよ、こいつ。もう一枚出しときたいところだよな。出しときたいが。出しときたいんだけど。守るしかないよ。これはまだ守りに徹するしかないか。一気に行きます。さ、3コストか。うわ、また一回出てくるよ。準備は整いました。で、こうやってシールド出してたら攻撃してこないっていうのがちょくちょくあるから。それは助かるとこなんだよね。はい。ここは、222やから、ここは相打ちしといて、これを出すか。はい。OK。なんていうしのぎ合いなんや、これ。じゃあ、相手もいい具合に引いてくるんだよな。乙女こんな感じでね。引いてくるのよ。さすが、NPC クオリティだなっていうところですね。ルシフェ来た。これ出したい。これめっちゃ出したい。ただ出せないな。出せない。出せなくもない。出せなくもないが。2やから、ここか。我が願いを聞き届けたまえ。こうしかないか。まあ、ちょっと無理やり行こうかな。お任せください。アスキを払い、清を守る。で、ルシフェ出して。さらに防御を強化すると。あ、これが陽光だよな。陽光ビショップの強いところで4回とやろ。でこういったこのルシフェを削っていかないとだんだん回復し続けるから。テミス来た。これ最終手段だな。ここはこうでしょ。あ、そうか、守護がいるから。まあ守護からいっとこうかな。あれ、お前を救おう。救ってください。
俺を早く救ってください。さあルシフェ削らないとどんどん回復するよーって、すごいしのぎ合いこれ。これで NPC の超級ですからね。まだ来るよ。わがままプリンスセスからの、うん、5コス同士が、5コスじゃないわ、5体同士がめっちゃ続くな。ムーンアルミラージ強いんじゃねこれ。うん、じゃあ俺はもうサタンを待つしかないんだよね。っていうかもう直ダメ与えていけばいいんか。相手が動かないってなったら俺も直ダメやっていけばいいんや。ごめん、何考えてたん俺。普通に殴れたなさっきまで。申し訳ない申し訳ない、今のは申し訳ない。さあどんどん攻撃してくるでしょこれね。攻撃しないと死ぬからね相手。さあもう遅いんだよな、でももう遅いんだよな。あ、攻撃してこんのや。ルシフェでも削らんのや。え、もうこれ勝ったんじゃねえの。なんだ簡単に勝てたやん。ごめん。ちょっとプレミがひどい、プレミがひどい。攻撃できるとこ攻撃しなかったの俺。まあ、勝ったからいっか。よーし、オッケー。ということで。これでアチーブメント。エリカかな？だからもう610まで来ました。うわー、ちょっともう、充電がないね、これ。充電しながらやる。アチーブメント、あった。これかな？ 800 になったんか、これで。し、ゲットー！ 810! パチパチパチ。いいね。これやったら相当引けるぞ。はい。ということで、今回エリカの上級、うん、で、アチーブメント解放ということで、終わりにしたいと思います。お疲れ様でした。